ついてこい。マジ？ホムラを捕らえる代わりにってことか、もしかして。これはこれが我が王家の歴史だ。そんなアホな。なんでや親父。何？中で親子喧嘩？あ、違うか、レックスか。やはりエーテルエネルギーが遮断されているようです。くそー、こんなことしている間にホムラがなんとかならないのかよ。無駄じゃ、レックス。体力を消耗するだけじゃぞ。壁も床もかなり分厚く作られているようですね。全く歯が立ちません。少し落ち着こう、レックス。まあ、まだすぐ消されるわけじゃないもんね。きっとどこかに突破口が。って、ちょっとそこ、少しは協力しなさいよ。無駄なあがきだな。この建物全体が捕獲ネットと同様の結界構造になっている。捕獲ネットって、トリゴであんたらが使ったあの網のこと？ドライバーとブレードを一箇所に閉じ込め、なおかつ武器も残している。絶対の自信があるんだろう。ヨシンバ、時間をかけて突破されたとしても、それまでの間に処理してしまえる算段なのかもしれん。処理って、ならなおのこと、あんたたちの力も合わせて。無駄だと言っている。まただのゴリ押しならばという意味だ。なんか考えがあるんだろうな、トラにね。話せたし。どないすらん、王子。ムカつくな。親父がか？なんて？ムカつく言うとるんや。何が世界のためや。方便にも程があるわ。ほんなら？方便に方便を重ねて鎖でがんじがらめになったんが今のワイラや。ボンならその鎖断ち切れるかもしれん。あの子が？かけんのは嫌か？ええよ、王子がそう言うならうちも乗っかるわ。ボンは純粋や。純粋すぎて危うい時もある。それを助けてやるんが大人の務めっちゅうもんやろ。せやな、うち王子のそういうとこ好きやわ。いつもポンコツだけどね。苦労かけんな。今さら何言うてんの。苦労なんてかけられっぱなしやわ。ほな行くで。助けに来てくれるんか、ジーク。どう、サッカー見つかったか。よし、これでいい。準備完了だ。いけるっぽいね。何のこと、トラ。もうふふん、ドライバーもブレードもエーテルエネルギーを使ってアーツを打つも。何を今更なこと言ってんのさ、常識だろ。でも今は使えないもん。ああ、この部屋のおかげでね。もうふふん、兄貴たちは大事なことを忘れてるもん。さえるトラ。なんだよ、もったいぶらずに教えなよ。花は人工ブレードだってこと忘れてないかも。忘れるわけないだろ、目覚めた時から一緒にいるんだから。あ、そうか、エーテルロ。エーテルロか。その通りですもん。姉様のおかげで今の花は
自分でエーテルエネルギーを作り出せば。メルフはそれに気づいてたのかもね、ずっと。結界とか関係ないんですもん。メレフの剣のクリスタルを花のカムカムに移植したもん。クリスタルにはアーツ一発分のエネルギーが貯めてあるもん。それで一気にぶち壊したことか。花のカムカムの属性は血。メレフの火属性との相乗効果で威力は倍増するんだもん。直撃させればおそらくそこの扉も吹き飛ばせるだろう。待ちなよ、エネルギーを貯めてあるって、この結界の中で一体どうやって。そういえばメレフ様はここに来てから一度もアーツを撃たれていません。え、王宮に入った時から様子がおかしかったからな。トラにもアーツは使わないように耳打ちをしておいた。もふふもふふ。なるほどな。花が結界中でも力を行使できると分かればより警戒されてしまう。そういうことだ。やるぞ。離れていけるか。結構分厚そうだけどね。剣からクリスタルを移植したらメレフの武器は改めて家具土のコアから発生させる。そんなことできるんか。ん、ひょっとして知らなかったのか。え、あんたブレイドの武器の仕組み知らなかったの？マジで？そんなの知るわけないだろ。まあ、最初からレックスはね、隠したことも壊したこともなかったんだからさ。ずっと最初から。それなら無理もないわね。肌身離さずだったもんね。まあそういうことだ。トラ、ハナ、頼む。任せてくれも。行きますもん。最大火力。一発やん。やったもん。意外とあっさり。意外とあっさり。これはまた派手にやらかしたな。あっという間に衛兵が飛んでくるぞ。急ごう。ホムラ様は下に降りていきました。おそらくは王宮地下のいずこかに。牢屋に入れられてんのかな。ってことでホムラ今から助けに行くということか。で、意外とさ、あっさりさ、切られたね。ってことで、ホムラちゃん助けに行きますか。いや、王様もなかなかやるな。これ、開く？開けるぞ。こちょこちょこちょ。開け花ですもん。過去に思いをさせるのも良いものです。お、お宝、お宝が。お宝回収。お宝回収。お、エーテル研究と実践。お、しかもさ、クリスタルもおっしゃけど、で、こっちで下だな。で、宝箱はないと。うわー、落ちたら即死やわ。で、こっちだね。うわー、いっぱいよ。いいよ、相手になってやる。やってますか。はい、じゃあ。じゃあ今ホムラちゃんいないからさ、別のブレードつけれるかな。ちょっと試してみるか。ブレード。あ、つけれるっぽいね。つけれるっぽいから一応花バースターつけとくか。努力します。あ、じゃあ。努力するのは操作する花ですもん。まあ、確かにな。でこっち。お。ジークやな。ジーク、サイカ。なんや、せっかく解放したろう思てきたのに、もう逃げとったんかい。気が短いのさ。それよりいいのかい、こんなことして。もともと宝刀息子や、かまへんかまへん。ホムラは？こっちや、ついてき。すんなり行くかな。お、パーティー者がまた変わったと。ジークが新しく仲間に加わってたね。これさ、花バスターさ、わかるみんな、これ動くとめっちゃ邪魔なんだよ。もうメカメカしいね。めっちゃ音もうるさくて。だから結構スイッチでこうやって変えてるんだけどさ。あよー、いけね。おい、全然なんかナイスー。おいしょー、ナイスー。ナイスー。
けるぞ。こちょこちょこちょ。ああ、そそがに。お、いけたいけたいけた。開け花ですもん。過去に思いを馳せるのも良いのです。まださ、フィールドスキルのあれが足りないわ。ナイスアウト。いけー。ほいでしょ、いけー。あ、ちょ、もういないよ、敵。いいね。テイスだ。おそらくこの人だね。ここにホムラちゃんいそうだ。もうこんな時間か。来た来た。夜しか会えないな。間に合ったかな。で大丈夫か。平気、かすり傷さ。ホムラちゃんがさ、痛めつけられてたらさ、レックスにもね、傷を負うからね。ホムラに命を半分もらって楽園に行くって決めてから毎日こんな感じさ。でも やめて、こういう回想ちょっと嬉しいんだ。こういう回想があるとなんかさ、フラグ立っちゃうわ。やだ。二人の絆みたいな気がしてさ。で、この先かな。帰り討ちじゃ。めっちゃ敵がやっぱりぞ。ナイスアウト。オッケー。さあ、俺も同じ気持ち。ローカルマのパフォーマンス状態良好ですもん。で、こっちも一応行ってみるか。こっち、お、宝箱開くかな。お宝回収。結構、お、開いた。お、扉出れるのね、そういうことか。あ、で、こうやって切れてる。おい、ナイス。おさ、宝箱ゲット。バイバイバイ。こんな小道があったとは。で、ファッよっと、サクッと、あばよっと。で、巻いていく。で、こっちだ。あ、なんか機械があるよ。高速柱のようね。前を見て。エーテル加速器、古王国イーラで同じものを見たことがある。どうやら私たちを跡形もなく消す気ね。どうする？出力を絞って目いっぱい収束させればここを狙い撃ちにもできるけど。壊せることもできるってことか。ここの人たちが本当にイーラの人たちの末裔なら、私には伝えなければならないことがある。そう、なら任せる。ありがとう、光ちゃん。来たわ。すまぬな、天の聖杯。そなたに直接の恨みはない。だが世界のためだ。この場で消滅してくれ。それがあなたの望みですか、ゼリヒオ。それはそなたの望みでもあったはずだ。英雄アデルと共に歴史から姿を消したあの日から。始めろ。王様もさ、もう同じ歴史を繰り返したくないっていう思いもあったろうな。ああ、ダメだよ。ホムラー、レックス。エーテル加速器。なんだいそれ。大昔に作られた玄武のエーテルエネルギーを利用した兵器や。ちゃんと修復されとったとはな。親父のやつ、あれでホムラを消し去る気や。あんなもん使ったらどんなブレードかて再生できへんで。そんなことさせるもんか。ってことはこれを消滅させるってこと、この機械ってこと。また機械と戦うんか、もしや。ぽいね。楽勝
楽勝。はい、どう？かなり相手だろうと見かけた。おい、なら、っていう、こいつらどうすればいいんだよね。機械はまだ間に合うか。まだ大丈夫そうだね。おい、あ、どう？あ、どう？グリ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 、サクッと倒していく。あ、そう。おい、あ、そう。あ、そう。早くオムライスを助け出さなければ。あ、そう。おら、あと一人。おら、あ、そう。ノーキーすぎてさ、サク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 いってるんだ。おちょ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 、待て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 、あれ、あ、どこ、あ、で、これで、待て、あ、ちょ待て、どこ行く、どこ隠れてるじゃん、どこに隠れてるんや。あいつに集中。おいおいおい、隠れてよ、探しちゃったよ。どこに、そんな隠れるぐらいならさ、こんなのさ、やらないよ。そんなひよってたらよ、うん、エーテル加速機にひよってるやついる。おいおい、えさ、俺らの力に火をつけたら、おじゃじゃん、私たちの力を見せよう。大丈夫、早くこれじゃないと。くそ、次から次へと。ホムラちゃん、レックス、急がな。ホムラ、分かってる。でも許せよ。あれー、ダメダメ、ホムラ、おい、レックス、他人か。花、チェンジ JK モード、来たから押し上げるわ。久しぶりの JK。 了解ですもん。女子コンセプトを見せてやれ。かわいい。あ、そんな足を引け。まさか上に向かされば。頑張れ花。狙いどころをね、外せばね。あぶな、あぶな。こんなん食らったら世界もさ、破滅してしまうで。おい、ホムラちゃんだけじゃなくね、違うものも消し去っちゃいそうだよ。外れた、危機一髪だわ。やってやれって、あいつら止めたよ。うん、あ、ナイスジック。ホムラ、レックスしっかり守っとけよ。かわいい、ジークのおかげよ。500年だ、500年の間、我がルクスリアはサンクトスチェインを秘匿してきた。なぜかわかるか。聖杯大戦で古王国イーラは滅亡し、国の英雄アデルも帰っては来なかった。古王国イーラはあくまで英雄アデルを中心にまとまっていた国だった。だが、フソたちはそうではなかった。ワイらが英雄アデルの血脈やないやと。そうだ、我が王家はイーラにあっては暴流、戦後の混乱に乗じて今の地位を得たに過ぎぬ。それやったらただの三奪者やないか。そういう時代だったのだ。そうまでしても国を存続させねばならなかったのだ。アデルの名前をつこうてでもか。
主亡き後のイーラでは多くの血が流れたという。それをルクスリアとして一つに国をまとめるためにはってことだったよね。世界を救った英雄の伝説は人心に深く根付いている。それを市政に利用したというわけか。それでも世界を二度と焼かせないという思いは本物だったのだ。何綺麗事言うとんねん。早い話がうまいこと権力の座に収まっただけやろ。ムカつくわ。歴史とはそういうものだ。我がスペルビアだからさ、まあ、国々の人をさ外に出そうともしなかったんだね。軽快に攻めることはできんな。アデルって人は本当に帰ってこなかったの？記録では天の聖杯を封印した後に行方知れずとなっている。おそらくは帰国の途中いずこかで命を落としたのである。もしくは生きてるとか。行方知れずではありません。え？何と言った？天の聖杯。彼はアデルは全て予見していました。国が滅んだ後人々がどうなるかを。でもあえて戻らなかった。アデルの意志でそうしたと。なぜだ？あ、まずピアスにはそういうのが、そういう役割もあったのか。我が行員たちよ、私はアデル・ホルド。これか、ホマラちゃんがさ天の聖杯を封印する。伝えなければならないってことは。しかしそれは永劫のものではない。いつの日にか我々人が天の聖杯にふさわしい存在となれた時のため、彼女を後世に託そうと思う。彼女は希望だ。人がより良き存在として生きることができた時、彼女はきっと答えてくれるだろう。その日が来ることを信じて、我が願いとともに。これが伝えたかったことは。彼は後の世のさまざまな混乱を予見していました。その上で彼は迷う私に言ったんです。これは試練だと。私が眠ることも試練。そう、これは我々人間が越えなければならない試練だ。でなければ君たちと共に歩む資格はない。歩む資格。どういう意図から出た言葉なのか私には分かりません。単に人間とブレイドとの共存を指したのか、それとも。でもそれは覚悟だったと思います。人が生き残るための。あ、なんだ。ルーカ、何事か。玄武が我々の制御を外れ噴火へと沈み始めました。何、まことか。あ、サイガ。あ、バカ。何が起こっているのです。まさかさっきの。玄武の制御にサンクトスチェーンが使われとる。さっきエーテル加速器使うたよ。
多分玄武に流れているエネルギーが逆流してカフカに耐えられへんかった。壊れちゃったってこと？もううちの言葉も届いてへん。このままやとどんどん深く潜ってしもうて。そんでアホがあないな骨董品使うから。これか。密度的には水とほとんど同じなんだ。深く潜ればそれだけ圧力が高くなる。500も潜れば人間なんてぺちゃんこさ。そんな圧力がこの玄武に。深度は今なんぼや？およそ2200メルト。1分につき120メルトの速さで沈んでいってます。外角の限界深度は2万5000が限界かと。3時間ってどこかいな。カメちゃんのくせに計算早っ。その間に脱出しなきゃってこと？もしかしておそらく。お前なかな。ボン、王宮の南島に耐圧ポットがある。お前らだけでもそれに乗って逃げや。ジークや町の人たちは？お前らのことはええから。ええって、そんなことできるわけないだろ。何か方法はないのかよ。みんなが助かる方法は。玄武のコントロールはサイカしかできない。サイカちゃんがコントロールしてたのか。そのサイカが無理ならあかんやろな。本当はできるだけ多くの人間を脱出させたいと思う。3時間じゃないしな。この玄武の制御はサンクトスチェインによって行われていたんですよね。その場所は玄武の頭の王宮の南から石柱を通って渡った先。私が行きます。ホムラちゃんは行くって。ホムラ、お前。サンクトスチェインは元はといえばサーペントの制御工。そしてサーペントは私のデバイス。断言はできませんが、私になら直せるかもしれない。ホムラ、ホムラちゃん本気なのかも。さっき殺されかかったのに助けるのかも。それはそれ、これはこれってレックスが言いますよね。嫁か、嫁やん。おおそうだな。だからです。ホムラちゃん、わかった。もそういうことならトラもハナも手を貸すも。トラ、仕方ないね。ビャッコ、元よりそのつもりです。そういうことだから邪魔すんじゃないよ。いいね。そなたたちは命を張るというのか。天の聖杯を抹殺せんとしたこのルクスリアのために。国のためなんかじゃない。では何のために。王様なんだろ。なら言わなくたってわかるよね。レックス、そなたはメレフ。仕方ないな。ジーク、サンクトステインのある場所詳しく教えて。おう、ついてこい。案内したるわ。ジーク。親父、万が一に備えて住民の避難を。まあわいらが行くんや。万が一なんて起こらへん思うけどな。承知した。時間があらへん。急ぐで。なあ。